ね、体が動きません。体の言うことが聞きません。おじさん、さすがに疲れてるみたいだな。もう体が言うこと聞かねえんだよ。もう休憩だよ今日は。みんなもね、会社、新しい例えば会社とか行くじゃん。最初の1週間とかしんどいよ。まあみんなは肉体的精神的にしんどいと思う。僕は精神的にしんどいはないから肉体的しんどいだけだけど、みんなの肉体的しんどいと僕の肉体的しんどいはレベルが違うから。富士山山頂3,390,3億。はい、皆さんおはようございます。今日も火でやっていきます。残った竹をちょっと焼いていく形になるんですけど、あまり火のこうね、火の火が勢いが強くならないようにぼちぼち焼いていきましょう。なんかな、もうあまり火の勢いを強くするな、よし。あまり火の勢いを強くするな、よし。ご安全に。消防連絡完了、よし。ホチンさん、高等メガのおはよう。おはよう、ミホチ。場所わかる？10号線来るんだったらね、ホテル AZ が右あって、ナフコセブンイレブンがあって、それを越えて次の信号を右に行って橋を渡って、踏切渡って橋を渡ったところの信号 を左。信号左って最初の、最初の、R さん、ターンアングル変えて、橋を渡る。渡ったら、渡った場所、もう渡ったすぐ、速度を左行ったら車がいっぱい置いてるから、お前が面白いコメント1000件盛り上がらんのだろうが。
ええー、言ってみや。さあ、あのね、ママがね、シュワシュワしたものは大人の飲み物だって言うの。お前もおっさんやろ。おっさんね、まあ、まあちゃんじゃねえか。まあちゃんじゃねえか。ああ、しんどい。もう今日休み取ろう思ったんが、ここまでやってもた。南波さんご隠居さん。暑い。火が消えた。あとね、焼きながら作業する。から少し離れよう。マユチン来た。ベストフレンドトキちゃんさん、アヒル口、福岡釣り島ユシーム。マユチン。だ。みかんさん、菊次郎さん、こじき村へようこそ。こじき村へようこそ。R さん、サンキューに動きが軽快になったな、W。ベルメール3年生最後の年の差カップル。ああ、やばい、イボがいいの、イボが。丸焦げ。ちょっといや、ちょっと、やばいね、これ。アルミホイルも全部丸焦げだったよ、これ。ヒローさん、まだ早いぞ。いや、そっち小さいけで。ちょうどいいでしょ、焼き芋。めちゃくちゃ甘い。中まで。柔らかい。マジでなんて地道な作業なのか。逆光も改善された絵が見やすい。
やもん。危ないな。R さん、サンネコちゃんよりマユちゃんの方が可愛いな W。 あ、そうだ。お？たけ？いや、毎回そこ1週間でこれだけだよ。しょうがたら愉快で楽しいじゃん。サッカリンさん切れ目入れてる。ヒッピーマン、そろそろ千丸が九州一のフェリー乗るからあっち行くぞ。作業頑張れのし。CD の CD もろうた。はい、ありがとうございました。またトンビリーアットマーク5陰教師さん、まゆちん、またね。今度来る時までにはね、駐車場をちゃんとしときたいね。いやな、ああ見てこれ、綺麗だったやろ。とりあえずここが歩くところな。ほいでここのカチカチさん、どんだけ広げるんだ、まだまだ行くんだ。ここの竹を明日焼いたらここが開く、ここが開くから、ここが開いたら奥の竹を焼く。こっちを広げて広げて、こっちでこれをこっちやって、テーブルを向こう持って行って、コシキのペース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 、コシコシコシコシコシキ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 、コシキのペース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 、コシコシコシコシコシキ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 。はっきり言って無駄遣いだと思うよ、僕も。歩行の花火師さん、確かに無駄遣い。無駄遣いだよな。ピロリキン。でも、それ面白いんじゃねえんか、それが。ピロリキン、3配信の目玉になってるから無駄遣いじゃないね。あ、そうか。企画としたら、企画費用としたら無駄遣いではないよね。家で僕がね、こうやって、たわいもない、わけのわからん話を酒飲みながら、やるんと、これこうやってやりながらやるんとじゃ全然違うもんね。企画だから、企画には費用がかかるんだ。鉄板のあれを引いて、鉄板のな、そこでお湯を入れて、さ竹燃やすんだよ、竹を。テルメールさん、湯が沸くじゃん。テレサさん、これドラム缶でよかったんじゃないの。ドラム缶じゃ小さいね。このどこ掘っても根っこが出るんだよ、これ。どこ掘っても根っこが出る。よし。ああ、鎮火よし。ベルメールさんも安全。ああ、鎮火よし。追記の納期が終了したんで、今日もお疲れ様でした。今日はね、たくさんの人がね、もうちょっとね、明日ちょっと一日かかって、ここはですね、頑張ってやっていきたいなと思いま
明日の午後のやつが終わったら次の日は休憩、休みです。休んで、休んでその次に牛の竹をねバリバリっと刈っていこうと思います。とりあえずこんな感じ綺麗になりました。はい、今回の動画はどうでしたか。よければグッドボタンを、チャンネル登録はこちらまでお願いします。